いろいろな、ブラインドベネシャンブラインドベネシャンブラインドブラインドは、日よけや目隠しなどの目的で、窓の内側につけられる窓のための多いのこと。外側にいる人の視線から屋内を隠し、太陽光や風を遮るために取り付ける簡単な、建具である。オフィスで最も広く使われているものに、ベネシャンブラインドがある。構造は、スラットと呼ばれる金属やプラスチックの細長い。 帯状の板を糸でで繋いであり、チルトポール、またはコードによって、スラットの角度を調節できる。前者を、チルトポール式、後者を、ドラム式という。不必要な場合はコードで巻き上げることができるものも、多い。スラットは、一般的には、横型で垂直方向に開閉する。縦型ブラインド、バーチカルブラインドのようにスラットが、 縦型で水平方向に開閉するものもある。スラットには強度を得るため翼のように反りがついている。窓の内側への設置が一般的である。また、旧国鉄5 8 3系や同時期に製造された食堂車など一部の鉄道車両や住宅用の中には2重窓の間に設置したものや複層ガラスの間に組み込んでサッシと一体化した。 ブラインド冊子もある。人工のブラインドが最初に使われたとして記録に残っているのは今からおよそ5000年前エジプトのファラオ王朝時代に遡る。それは繊維で寄り合わせた足を土口や窓辺にぶら下げていた。当時航海の西海岸を接見していたペルシャの奴隷商人がこの足のカーテンを時刻に紹介、その後形態が様々に変化しながら 世界中に伝わっていったと言われている。その後、住環境や人々の意識の変化によって、ブラインドに対するニーズも多様化。それに伴って改良が盛んに行われ、様々なタイプのブラインドやシェードが発売されるようになった。現在最も一般的に使用されている横型ブラインドの原型が生まれたのは、イタリアのベニスと言われている。水の都、ベニスでは、 上から降り注ぐ、太陽光の他に、水に反射して跳ね返ってくる下からの光も遮る、必要があり、髪型、下方のどちらの光も遮ることのできる、このブラインドの形が大変効果的だった。横型のブラインドを、ベネシャンブラインドと呼ぶのはここから来ている。当時は、木製の素材のものを利用していた。現在のアルミ製ベネシャンブラインドは1946年。 アメリカのハンター・ダグラス社が開発、発売したものが最初であり、ブラインド業界のバイオニア的存在でもある。同社は現在はオランダに本拠を移している。ブラインドは、本来、外界の光の取り入れを上手に調整するために、作られた。窓を単に布で覆うだけでは、細かな兆候が難しい。細かな、ベインの回転や、 素材の選び方で光をコントロールすることができるのがベネシャンブラインドの特徴である。現在ではアルミ製、木製、布製と様々な素材の製品があり、また縦型、横型と窓に合わせた選び方が可能である。ヨーロッパ諸国ではブラインド文化が根付いている。日本では1980年代にちょっとした流行にはなったが、現在ではカーテン文化が 圧倒的に強い。しかし、カーテンでは生み出せない、優れた、断熱性、遮熱効果や、足したような機能がある。2枚のスラットを一度に払拭できる、ブラインドクリーナーホコリが溜まりやすく除去に手間が、かかるのが欠点である。専用の掃除器具である、ブラインドクリーナーも発売されている。ありがとうございます。